はい、うん、ではカウンセリングで始めましょうかね、はい、うん、今週の月曜日だったかな、はい、カウンセリングをして、はい、ちょっとね長時間して、まあ、最終的に月曜日は、まあ、1週間後でいいよって言ってたんですけど、まあ、福山さん早く来たんで、まあ、別に全然早くても遅くても構わなかったんじゃないかなって僕自身は思いますけど、まあ、この前の、まあ、月曜日の、まあ、最後のね、まあ、YouTube 聞いてくれてる方は金の今日その2で出るんですね、はい、そうです、はい、でそれが3456って出て、はい、その後っていうことになるんで、うん、まあ6で最後に福山さんのその本心の願い、うん、というものをこう自分で明確にして、はい、うん、そしてそれを叶えるためのカウンセリングを今後受けていった方がいいですよという僕の提案だったんですよね、はい、うん、やっぱり福山さんだけじゃなくて、うん、まあ、YouTube 聞いてくれてる方もそうだと思いますけど、その人の願いを叶えるために生きてる人が多いんですよ、うん、はい、わかりますよね、はい、うん、例えば、子供が幸せになってくれたらとか、はい、それが自分の一番の願いだったらそれはその人の一番の願いなんですけど、はい、うん、あ、自分はじゃあ不幸でいいんですねって言うと、いやいや私もって言うんですよね、はい、それっておかしいよっていうことなんですよね、はい、うん、例えば、ね、知ってる人でも子供さんが病気でね、はい、そのママさんの一番の願いは子供の病気を治したい、はい、それって僕、まあ、そうだろうなと思うんですよ、うん、はい、それは子供の願いというよりはその母親として自分の願いだと思うんですよね、はい、うん、ただその子供の病気を治したいというのと子供に幸せになってもらいたいというのは全然違いますよね、はい、うん、だからそのちゃんとこう、まあ、考えないとその自分の本心からの願いって、はい、なかなか普通わからないんだよっていうことですよね、はい、うん、で僕は福山さんに何て言うかな、こうちょっと今日この録音する前に少し話してるんでね、はい、分からないと願いが分からないっていうのでもいいですよっていうのは言ったんですよね、はい、うん、そしたら、福山さんがまあね、ちょっと福山さんがちょっとカウンセリングを待ってくれてる他の人にね、はい、ちょっとカウンセリング譲ってくれたんで時間を、はい、ちょっと時間空いて1時間ぐらいこれもう空きましたね、1時間半ぐらい空いてるかな、はい、でその間にこう決めてきてくれた願い、自分の願いね、はい、うん、で、じゃあ、うん、どうぞ、福山さんが僕に叶えてもらいたい、叶えるのを助けて、うん、まあ、僕が叶えるわけじゃないんでね、はい、手助けをしてほしいという自分の願いっていうのを、じゃあ、僕に教えてください、はい、うん、優しくなりたいです、うん、うん、優しい人になりたい、はい、ということですね。じゃあこれが、まあ、永遠の絶対ではないんで、はい、人間の本心というものは変わるものです、はい、うん、別に変わっても構いません。ただ優しい人になるというのはもう非常に難しいです、うん、うん、でなぜ難しいのかっていうことは、はい、このカウンセリングで、うん、説明していきます、はい、だけど不可能ではないですけど、うん、ものすごく難しいということは分かっておいてもらえたらいいですね、はい、で難しいことにチャレンジした時にまあ、チャレンジするだけでも僕は神様がご褒美っていうか、もう決めただけでご褒美くれて、はい、もうチャレンジっていうことはもう行動するっていうことですよね、はい、そしたらもうこの前斉藤ひとりさんのなんか音声聞いたら、はい、行動したらもう大変な
もうご褒美が来ちゃうよみたいなことをね、斎藤ひとりさんも言ってて、僕もそう思いますね。うん、まあ、それぐらい、まあ、決めただけで神様がご褒美くれるような内容っていうのはもう難しいっていうことですよ。はい、うん、はい、ね、で自分でも難しいとかなかなかできないとかいうことで自分の願いを捨てないようにね、うん、そこだけは気をつけてもらった方がいいんじゃないかなって思いますよね。うん、まあ多分この願いっていうのは、うん、実は福山さんは子供の時から持ってた願いじゃないかなって僕は思います。はい、それを多分家族に流され、うん、ね、子供の時も、そして大人になってからも結婚してからも家族に流され、うん、周りの人間に流されて、ね、僕はよくいつも言ってますよね、優しい人間っていうのは、まあ、多分悪魔を出し抜けとかああいう本から推測しても、本の内容から推測しても、はい、だってこういう統計の科学的な根拠っていうのはないわけですから、はい、で何かをまあ参考にしてね、仮説を立てなきゃいけないっていうことは 2%、はい、50人に1人、はい、うん、で僕の経験上その、まあ、僕自身が、はい、わ、この人本当に優しいなって思った人に自分のことは棚にあげます、はい、で YouTube 聞いてくれてる人が誤解しないようにね、はい、自分のことは棚にあげますけど、僕は正直、はい、会ったことがないです、はい、でそれぐらい数も少ないし、うん、気づかないっていうのもあるのかもしれないし、うん、もしかしたら不思議な仕組みで、はい、まあ、自分が決めてきた、ね、神様に頼んできた人生の脚本だって僕よく言ってますよね、はい、もしかしたら福山さんが優しい人になるっていう脚本を決めてきたんであれば、はい、プライベートの関係では、うん、自分以外では優しい人とは出会わないという脚本の可能性がありますね、はい、うん、例えばその仕事仲間とか今後ね、うん、まあ、例えば僕の生徒さんたちでそのカウンセラーになったり YouTube したりしている人っていうのは、まあ基本的にはこれ仕事仲間っていうことになりますよね、はい、そういう仲間であれば可能性としてありますけど、単純な僕はプライベートっていうのは、うん、優しい人と出会うっていうことはないんじゃないかなって思ってます、はい、それぐらい、うん、希少価値が高いということですね、うん、チャレンジする価値は十分にあると思いますけど、はい、何度も心が折れかけると思いますね、うん、うん、でまず説明するのは、はい、優しい人の意味、これは何とかな、世間一般で正しいって言ってるんじゃなくて、福山さんが選んだ僕という先生がの考え方であるということはちょっと気をつけてくださいね、はい、うん、僕が考えてる優しい人っていうのは自分に優しい人です。ここ大事ですよ、うん、人に優しい人ではないんです、うん、自分に優しい人です、はい、ね、だから福山さんにその自分の本心の願いを僕に言ってくださいねって今週の月曜日、ね、4日5日前ですよね、はい、言ったのは、うん、自分に優しい答えを出してくださいねっていう意味だったんですよ。わかりますよね、うん、自分に優しくするっていうのは自分に嘘をつかないということです、はい、わかりますね、はい、うん、自分に優しくするということです。でじゃあ、まあ、例えば、うん、まあ、福山さんがここ最近なんでつまずいたのかっていうことも明確にしていきましょう、はい、2012年からまあ、カウンセリングを始めて、まあ、4年間ぐらいは、まあ、こう、まあ、準備的なっていうのかな、はい、カウンセリングで2016年から本格的に始めて、去年
2020年の去年の5月からですね、実は、毒夫、不原病の話であるとか、簡単に言ったら毒夫ですよね、の話を始めて約ちょうど1年なんですね。で、最初の半年ぐらいはそうでもなかったんですけど、福山さんの場合どなたでもそうだと思うんですね。 YouTube 聞いてくれてる方も、人間って自分のこともよくわからないんですけど、その家族のこともなおさらよくわかんないんですよね、で、福山さんの場合はピカイチそのご主人が優しいとは思ってなかったみたいですけど、割と普通って思ってたと僕は思います、カウンセリングをしててね、で結局その自分に優しい人っていうのは自分に被害を与える人を特定できてないといけないと思うんですよ、っていうのは知らないうちに自分が被害に遭って、心が傷ついて体も病気になって、波動も下がって人生で負の引き寄せが起きて、もう何が何やら分からんっていう状態、僕はもう前々から教えてますけど、僕のカウンセリングの特徴っていうね、これあんまり明確に説明したことなかったんで、今日ついでに説明しておきますね、僕のカウンセリングの特徴っていうのは、他の一般的なカウンセリングのやり方とは違います、で僕はクライアントさんが不幸なのは、これ福山さんも含めてですよ、知らない間に誰かに被害を受けているからだっていうふうに考えている先生なんです。わかりますよね、それ以外の理由ってよほどのことがない限り僕は想定してないということになります。わかりますね、そして福山さんはじめクライアントさんたちは長年このことに気づかなかったから、不幸地獄から抜け出せなかったということなんですね、で僕のカウンセリングは実際何をしてるか、福山さんなんかとか僕のとこ来てる人は、ぼんやりとは分かってると思うんですけど、僕のカウンセリングってすごく明確で、福山さんはじめクライアントさんに被害を与えた犯人を特定して対策を取る形式を取ってるんですね、わかりますね、だから犯人を特定してます、わかりますね、YouTube 聞いてる人がなんかおどろおどろしいなんか嫌だなみたいな感じ持ってるかもしれないけど、僕のカウンセリング法でいくと、この犯人特定っていうのは非常に大切なんですね、そしてそこで考え方をストップすると波動が下がってしまいますから、犯人の正体とは何なのか、そして福山さんもずっと苦しんできたその波動の法則でいう負の引き寄せっていうのは何なのか、やっぱりそこまで踏み込んでいってます、だから僕のカウンセリングのポイントとしては、クライアントさん不幸な人はクライアントさんは誰かに被害に遭ってる、でその犯人を特定する必要がある、そして対策を取る必要がある、そして、犯人の正体意味というものを知る必要がある、そして負の引き寄せというところまで知識を広げていかないとなかなか幸せになれないということは、自分を幸せにすることができないと考えているのが福山さんの先生なんです、自分を幸せにする人が自分に優しい人っていうことです。わかりますよね、だから前半はここで終わって、後半もう少し説明していきますから、前半はここで終わりますね、ありがとうございます。